小川夏美女優魂、髪ボサボサ、迫力の酔いどれ芝居で映画オファー獲得ひたすら嬉しい。女優でタレントの小川夏美が6日までに自身のインスタグラムを更新。映画のオファーをもらうきっかけとなった芝居の稽古風景を掲載した。小川は劇団600歳の会おそらく諦めきれない数々の私たち鈴なりと投稿し、2022年に上演した芝居の稽古中の写真を掲載。黒いロングのワンピースを着用、足を広げて椅子に座り、髪はボサボサ、鼻血がしだれ、右足首には下着が絡まっている。続けてトイレで酔いつぶれてパンツも膝まで降りちゃって、頭ぐちゃぐちゃ、鼻血も出てる。トイレから男に担がれて登場、笑いと当時の熱演を回想。この芝居を見たプロデューサーの方から映画へのオファーがありましたと朗報を伝えた。そして嬉しい、ひたすら嬉しいと歓喜。ハッシュタグで映画につながりました、これはお稽古場での一枚と報告した。この投稿に、映画楽しみに待ってます